はいレオンチャンネルです今回紹介するのはこちら仮面ライダーアキバ SHP ギア2仮面ライダー戦です はい、2020年5月に戦祭り2020っていうのが突然始まって、現在進行形でいろんなアイテムが戦関連発売しておりますので、10年前に発売した当時の SH フィギュアアーツの戦も確認しましょう。てか、新骨頂がさ、とにかく造形が弱さそうだったけど、改めて2010年のアーツ見るとどういう感じかなでは、レビューしましょう。 当時のアーツらしく正面にはフィリア画像じゃなくって力中画像の戦ですね。そしてめっちゃ久々にご対面で、 内容物は、この頃のやつはダイキャストも使われてて、いろいろ豪華仕様なんですよね。戦本体と、セーブモードの頭部パーツ、ベルトパーツとは別に、ナックル用のちゃんと別パーツ、武器としての装着用のものが入ってて、戦カリバーがガンとソード2種類と、交換用ベルトパーツと、サイドのフェッスル、手首パーツが4種類。そして、足元がダイキャスト ってことで、ここにめっちゃ重みがあるんですよね。なので、この当時のアーツは非常に良くって、まあ今のやつもかなりいいんですけど、今のやつは全体的なプロポーションのバランスで安定性がいいって感じですもんね。この頃はもう重量でドスンとディスプレイして安定感があるみたいな。ここ合金ですからね、両方とも。てか、最初からサイドパーツが付いてないってことで、これで頭部引っ張って、 変形ではなくて、交換でセーブモードとバーストモード、2モード切り替えなんですけど、ガチャッとパーツ交換してあげることで、はい、初期バージョンの音やモデルの戦が完成しました。初期バージョン、ここにね、サイドパーツありませんもんね。フェイスルこそ使ってましたけど、さっぱりめの見た目でしたもんね。はい、改めて全体ぐるっと、 見回すとこでもちろん、今のどっしりむっちり体型の真骨頂に比べれば全体的に細いかなとは思うんだけど、それでも昔の10年前のアーツからするとかなり出来はいい方ですよね。腰回りの細さはもうそこそこだし、色分けなんて完璧ですよね。 結構ディティールが多いというか情報量多めな仮面ライダーですが、それでもこの細かいところまで全部色入ってますし、この辺のモールドなんかも超絶細かい。で、特徴的な型アーマーなんかも表現されつつ、ブラックの部分は成型色で、白いところは塗装なので、あ、でもこの辺のアーマーとか型アーマーは成型色か。成型色と塗装で白色を 表現してますね。でも、それでも、色めっちゃ綺麗で、割と古さ感じないか、古さ感じないかな。まあでも、この頃でヒンジが丸見えで、こういうところに設計の古さはありますが、頭部とか全然すごくない で、首動く、腰動く、胸動く、アーマーごと回転、肩アーマー、上下、ロール、肘、手首で、こういうところも塗り分けられてますからね。で、下半身も前後左右非常によく動きますし、ここのナックル部分は前に引っ張ると取れますね。でこれ両方とも取れちゃうので、先ほどの 半分だけあるパーツを付けることでナックルから外した状態に見た目をモードチェンジすることができますし、音やといえば戦ナックルのイメージが強いですが、こんな感じで手持ち用とベルト用で全然サイズ違うんですよね。細かいっすね。久々に見るとメタリックのゴールドも綺麗だし。まあこれで普通に 格闘攻撃、ィ。この頃は武装パーツとかもほぼありませんから、格闘パンチポーズ、手首効果問題なく決まりますし、タッチキック的なプロポーションめっちゃいいっすね。はい、このようなクオリィポーズも決まる上に、開き手に変えることで、 夫やっぽくちょっと、こういうような、相手を挑発するような感じだったり、あとは、武器持ち手首は両方分ついてますね。これでイクサナックル持たせて、腰に当てるとサイズが違うのがよくわかりますが、これで、開き手か。こう変身ポーズっぽいことも、 できるかな。もうちょっとまっすぐ上に持ちたいんだけどあちょっと完璧にはできないけどレディーであこれもちょっと内側腕入んないな音やっぽくこの昭和ライダー的なポーズで変身させたいんだけどちょっと無理かまあこれで体反らせてこういうような ナックル、チャージ攻撃、チャージ状態からのライダーパンチみたいなこともできるし開き手がまあ戦といえば変身者がとにかく多いライダーではありますから例えば両方とも開き手にしてちょっと。 と獣っぽく腰を落としつつこれでジロイクサみたいな感じねあいけるじゃんジロイクサっぽい変身ポーズからの開いた手でこうザッと攻撃みたいなこういうのもいけますセーブモードで巣立ちさせても普通にめっちゃかっこいいですね じゃ、こっから、あ、ま、一回、一旦セーブモードのまま、名護さんにするか。横に、受けがありますので、これ、増えするは個別で外すことはできませんね。もう3つ1セットになってる。これの方がなくさなくていいっすよね。はい、これで、名護さん、戦、最新バージョンの戦感出すことが、 できますしもうちょっとあれか。腕こうやって曲げた方が。ああ、むちゃくちゃかっこいいっすね。10年前とは思えないクオリティだな。すごいいい。あとは変身ポーズっぽい。これもまた持たせて。こともできますよね。名ゴさんだと出して、一旦こう上に上げてから、胸の前で、 あ、でも水平、本当は水平で腕やりたいんだけど手首がね、これ角度も曲がんないんすよ。この辺のアーマーがあって。なので、そういう名護さん的な変身ポーズは真骨頂域って感じかな。まあ、でもバッと横に変身ポーズはいいじゃんレジでフィストオンの 一連の動作を、このアーティストもしっかり表現することができます。で、これで、ベルトを、ちなみにこれベルトちゃんとベース部分にもモールド入ってますね。元に戻して、そして頭部をセーブモードから、バーストモード。一応これも比較しますか。 さすがにバーストモードの顔はちょっと時代を感じるかな。最新の進行調を見た後だと、造形の再現度の低さが若干あるけど、クリアパーツもしっかり明るくって、塗装の細かさなんかは完璧じゃないこっちの顔と比べると、あ、ちょっと似てないんだなそうっすね。これが本編ですもんね。 頭部にそのまま差し込むことで、その命神に返しなさいで、バーストモードに変身完了と、だいぶ印象変わりますよね。まあ、頭部造形のクオリティからすると、セーブモードの方が、このアーツに関してはしっくりきますけど、2モード分でがっつり遊べるのはいいと思います。で、こっから、先ほどのナックルの手首パーツね。 これをそのまま使えますのではい戦カリバーのガンモードに装着完了武器もむっちゃ細かいっすねもちろん2モード変形はしませんが2つ分ちゃんとついておりますので銃攻撃状態かなりてか手首もねちょっと取れやすいな珍しいな圧にした銃攻撃状態もかなりいい感じですよね これはかっこいい。引きで見ると、こんな感じ。名護さんだからもうちょっとこうクールに射撃した方がいいかな。こう歩きながら攻撃みたいな。うわあ、かっこええかっこええで、さらにこっから、ジャキッとね、この下側のパーツを押して、変形で、 カリバーモードになりますから、これも持たせて、これもちょっと構えるというか、一旦ダラっと持たせた方が、スラッとか、スラッと持たせた方が、いいですね。これ、この状態もめっちゃかっこいい。やっぱスロット横に、フェスルの、このベースパーツとフェスルが入ると、すごく腰回りも豪華になりますし、やっぱ幾差は、 名護さん状態の方が見た目がいいな。はい、そして武器回りも、これもよくできてますね。てか、こうなると様々カラーが増えて、ものすごく見栄えがいい。で、これで、戦カリバーでの斬撃。結構、 振り下ろし、あ、腰曲がりますね。はい、このような振り下ろしもいけるし、横斬撃。当時のアーツってさ、微妙に手首がおっきいんですよね。体に比べて。で、こう手を添えるような突き刺しポーズなんかもいけると。でさ、いくーは必殺攻撃バンクがあるんですよね。あれライダーでも珍しくない なので、戦カリバーライズアップも、こう横に構えて、手も両手に開いた状態から、前にこう持ってきて、ガンのこの先端のところに手を添える。あ、これ完璧にできますね。で、ピカーっと光って、腰にこう手を当てながら、スラッと敵を切るみたいな、戦カリバーの 必殺技ポーズもななんか一血みたいあああいうイケてるる必殺技感があるんですよねあそうこんな感じあでももしかしたらあれなのかなそういうのを一剣をオマージュしてる感じだったのかなあんまり気にしたことなかったけどはい「戦狩バ場」の必殺状態もしっかりと表現できますこれでやってたねこうやって構える感じ 意外と10年前のアーツとはいえ全然完璧だな。もちろん、うん、名護さんの状態でここ変えて、ナックル武装も、はい、バーストモードの戦ナックル武装状態。頭部がやっぱね、ちょっと似てないんだよな。これセーブモードがなかなかの完璧っぷりなので、こっち見た後だとバーストモードの顔の クオリティが気にななるかなそして改めて真骨頂牙と並べるとこうで、何気に当時の牙フォームのアーツってそもそも発売してないんですよね。名護さんが発売して、 ワタルが発売してないっていうのが、ずっと10年ぐらい話題だったんだけど、やっと出たんですよね。なので、通常のアーツはすっ飛ばして、キバのキバフォームはいきなり、新呼張で第1弾が発売したと。エンペラフォームとか出てるのに、なんでキバフォーム、あ、そうだ。ここのカテナとかの形状のせいで、当時作れなかったって言ってましたね。とはいえ、装着変身のキバフォームとかめっちゃ完璧でしたよね。なので、比べると、やや補足は感じますが、 これは早く真骨頂で12号ライダー並べたい感ありますね。 以上「仮面ライダーキバ s s w i i ツ仮面ライダー戦の紹介でした。